はい、ではね、今ね、ノラやってるんですけど、なんとね、名前にすげえやつがいます。 APEX VS BFV と聞いてみましょう。はい、Do you like BFV が好きなのかね、この人。 APEX VS BFV、 すごい名前だよね。しかもあの一応出てるゲームっていうか出てる会社は同じっていうね、すごい人だ。すげえ、くれんのこれ、これくれんの。 Thank you Love BFV 好き、聞くか。この人 BF が APEX に勝てると思ってんのかな。ちょっとそこ気になるよね。皆さんは APEX と BFV どっちが勝つと思いますか。自分はね、どっちも勝つと思ってますよ。勝つとか負けるとかじゃないですもんね。うん、ファイアーストームの完成度によるね。今日恩恵派だな。よし。You should believe dice。これ恩恵派だな、相手。割と恩恵派。パスファインダーはどう思ってんだよな。すげえ名前だな。APEX VS BFV。割とさ、発言は恩恵だけど、結構名前は過激だよな、この人ね。割と。名前過激じゃない？結構。個人的にはね、まあ、ほんと、この人の言う通りだよね。ファイアーストームの出来次第だよね、ぶっちゃけ。まあ、それかまあ、ファイアーストーム無料になったら結構強いかなと思ってるけど、なんのかね、無料にファイアーストーム。聞いてみるか。フォートナイトには勝てるのかなっていう。これはどうなんだろう。まず、やっぱさ、まあ、フォートナイトに勝つことも重要だよね、BFV やっぱ。ボロ負けしちゃってるよ、もう。ボロ負けはやべえ。ボロ負けしちゃったか。好きな。ボロ負けしちゃったのか。ありがとう。エイスポ。唐突に日本語になるっていう。信じる。あのね、BF 出身っていうかね、BF のね、すごいところとしてね、開発会社の名前をね、ちゃんと把握してる、大体の人が。あのね、よくね、フォートナイトとかだとね、俺がエピックって言うんだよ。でも、エピックって何？って人結構いる、マジで。あと、このゲームも結構ね、リスポーンが開発してるってことをね、気づいてない人マジでいいんだよ。割と。多分 EA が開発メインでしてると思ってる人が多いよね。BF 勢は割とダイスって言うとみんなわかる。ダイスなんだな。あーダイスね、みたいな。ほんとなんか、もうみんな知ってるよ。ほんと基礎知識かのように。あ、ダイスでしょみたいな。俺知ってるよ、みたいな。そこはすごいと思う。マジで。ほんとに知らないかな、エピックって。ガチで知られてないよ。俺、動画とかでエピックって言うと、エピックって何ですかってマジで言う人いる。だから、あれなんだよね。運営って言い換えてんだよね、たまに。まあ、最近か。あんまなんかエピックって言ってもわかんねえってなるからね。やっぱすげえわ、ダイスって。中一郎すげえもん。BFBC3 出ると思います？これ結構どうなんだろうね。一般 BF プレイヤーって結構出ると思ってんのかな？ BFBC3。よく出るけど噂で。出ると信じてる。あのね、BF 勢ってね、これ結構多い。あのね、思いますってか、信じてるっていうね、なんかね、ちょっと悲しいこと言う人がいる。信じてる。ちょっと悲しいよね、なんか。ダイスを信じよう。このパスファインダー、どう思ってんだろうね。これ日本人かな？いとこ。なんかちょっと日本人っぽいよね、名前的には。BFV。ウィーン。
これでしょ、これでしょ、 BFV 勝利パターン。 APEX は踏み台に過ぎない。 APEX は踏み台に過ぎない。どうだ、 BFV ウィン、 APEX BFV ウィン、 R6S BFV ウィン、フォートナイト BFV ウィン、 PUBG BFV ウィン、コウヤコウト BF BF やばい、ここはここはやばい、バットバット、うんベリー、うんうん、いやちょっとやばいやばい、伊藤コウ、伊藤コウいきなり過激発言してきた。伊藤コーン SP Believe OK OK、 お、いるね、よし、やるぞ BF 勢で OK。 いや本当にすごいな、この人、この人何だったの、この人何だったの、なんかすごいめっちゃ強そうでさ、めっちゃ強そうでビビったんだけど、普通の人っていうね、すごい突っ込んできたよね今。俺勝ちてえなぁ。いとこ、いとこさ、いとこさすごいよね、唐突にバッて。しかし、しかし、ストゥーピッド、はストゥーピッドって言い出したよね。いとこの圧倒的強者感、強い強者感、話に入りたかったのかな今の。俺も仲間に入れてくれって、多分あれBF勢か、あれも伊藤コンさん EA 嫌い、聞くか、この伊藤コンさん EA 嫌いなのかな、好きだけど好きだけど嫌いな、恋愛漫画みたいだな。好きだけど嫌いなんだね、今回やばいな、内容濃すぎるわ。どうやって倒すか、そこからか、オッケー、申し訳ねえ、俺たち BF 勢は頑張って、何言ってんだよおめえ、おめえも頑張んだよ、俺諦めねえからおめえのこと。これは BF 勢の友情ですよ、俺たち諦めねえ、流浪の民になって、確かになぜか BF 勢集まるとこ BF じゃなくて APEX になっちゃってるけど、俺たち諦めない、いつか BF がそうまた輝かしい舞台に輝ける、そうそういうことになるまで、誰もが日の当たる場所を求めている、そういうことよ。やっぱ回復取ってないから結構やべえな、これ。そう、なんかの言葉であった、誰も日の当たらない場所なんて求めてない、誰もが日の当たる場所を求めている、そういうものだよ。バンガロー大丈夫かな、装備が、おい、あーでも投げれねえな、さすがにこれは申し訳ねえけど上がれねえ。いや待って、ウィン、いや俺は BF ズ、エナジー、スピットファイア、ヒア、やばい、やばい、マスティフィア、やばい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 、俺たち勝ちて、許すなあいつらを、あいつらね、
やばい、あいつら、あいつらあれだ、エーペックスでだ、あいつら、エーペックスだ、あいつら。俺たち古参のオリジン勢とは違え。お、古参のオリ、やばい、やばい、 BF で OK、 ワンダウン、エーペックスワンダウン。また勝ち勝つ、おいける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 、エーペックス、 BF ウィン、 BFV ウィン、 BFV ウィン。ってことでね、今回ね、APEX VS BFV っていうね、タイトルの名前の人がいたんでね、すごい盛り上がりましたね、はい。やっぱね、ノラは最高っすね。あ、この動画はあくまでフィクションです。田中90は全ての動画を愛しており、特定のゲームを非難する意図は全くございません。あしからず終わりたいと思います。お疲れ様でした。おつ。La la 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 la.